クマが2日に1回遅刻する、どうもキョウちゃんです。どうもすみませんでした、キョウちゃんです。すごいよね、視聴者さんみんな心配してるよ、死んでんのかって思うよ本当に。バカでる視聴者さんの皆さん、いや本当、じゃあ全裸で阿波踊りでやめとけ。第2回よ、駄菓子料理対決。ただいま、地味に2回目でございます。そうだね、1回目は昔駄菓子を使ってラーメンどっちが美味しいの作るかってやったんですよ。やりました、はい、僕勝ちました。うまい棒を粉末にしたやつで、そう、うまい棒のカレーを粉末にしたやつでラーメン、カレーだって君は和風だし取ると思って、そう、最後にね、スモモ入れちゃったのがね、大きな間違いだった。クソまずいの。今回はパスタを作りたいと思います。やった、今回僕相当なアイディアを持ってきてます。マジ、はい、相当なアイディアです。そう、もう買ってきたんですよ。はい、どう、勝つ自信は？もう相当なアイディアな、うるせえな。勝つ自信は今めっちゃありますよ。味もまずくなるはずがない、うん、アイディアという点数もでかい、何においても勝てるんじゃないかなと。もう口と頭だけでいけんな本当に。まあでも俺だって負けてないよ、こう見えて俺駄菓子マスターだ。いやまあそうですよね、いろんな駄菓子お好きですよね、きょんちゃんね。いろんな駄菓子お好きですよ。言われたことないですそんなこと。あんまり食べてない、お前の方食べるじゃん。まあ確かに、だってしてて、お前がパスタの材料の買い物だけしてる時にお前好きなものボーボー入れてたの。俺の財布から出した1000円使用でほとんど使ってたよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまじゃねえよ。まあ今回は審査員に、はい、久しぶりにエイジを見せてしまいましょう。そうしましょう。まあいい意味でも悪い意味でも素直だから。という感じで、はい、やっていきましょう。有名なぐるぐるもんじゃ。それではくまちゃんの先行で、ちなみにぐるぐるもんじゃは関係ありません。これは塩で買いました。大好きです。うまっ。今回ですね、僕が、麺として採用したのはこちら、イカそうめんでございます。最初は普通に麺のお菓子を炒める感じにしようかなと思ったんだけど、なんかそれじゃちょっとつまんないかなと思いまして、アイディアで勝負したいと思います。あとメガ丼ソースカツ、こいつの油でパスタを、まあ、炒める。こちらのガリボリニンニクピリ辛ラーメン、結構ニンニクの香りが強いんでペペロンチーノ風になるんじゃねえかなと。でそれだけだとちょっと味気ないかなということで、この甘い方をこれのタレだけ合わせて、なんかちょっと甘辛い感じになるんじゃないかなと。でまあどれも全部食べ合わせは悪くないでしょうと、そういう感じの作戦です。頑張ります。はい、まずはですね、このソースカツをニンニクとか唐辛子とかを炒める感覚にしたいんで、これをまあ細かく切ります。うまい。はい、で、甘い方を軽く炒めるように使います。普通にペペロンチーノやるときに最初にニンニクとかを炒める感覚で、最初にこいつら炒めて油出たり、まあ、香り出してちょっと味を出しますます。そして麺なんですけど、まあ、イカそうめん使うって言ったんですけど、このまま使ってもパスタという手法にはならないと思うんで、茹でます。まあ柔らかくなるでしょう。茹で汁ちょっとイカの出汁みたいなのが出るんで、それもちょっと味付けに使っていきたいと思います。あ、いい感じ。茹でてちょっと味を抜くぐらいの気持ちでやります。あ、すげえ、こうなるんだ。これゲッティじゃね。この汁もね、出汁として大事な素材なんで、捨てずにお湯からあげます。いいやん、こいつはパスタだよ。はい、では炒めの工程に入ります。いやちょっとこれ初めての試みすぎて怖えんだよな。なんかでは、フライパンが温まったところで、さっき切ったカツとイカちゃん入れていきます。これは本当にどうなるかわかんねえな。タレ足します。やべえ、全然ダメだ。あ、わかった、これ一緒に最初に炒めていいんだ。ほら昆布だしとかもあるじゃん、こういうの最初に入れといてさ、食べるところにどかすみたいな、そういうことでいきましょう。あれいいんじゃない、この刺して。で、さっきのイカの出汁を少々加えます。どんぐらい加えればいいのかわかんないけど、あ、いいじゃんいいじゃん。はい、でここにパスタ、イカですね、入れていきます。どうさ、ガリボリラーメン、ニンニクピリ辛味、これボリボリに加えます。さあ、でまた出汁を加えて、あ、いいんじゃないこれ、見た目がやべえ、なんだこの食い物、やべえ、パスタじゃねえ。完成でーす。よし、審査できない、チェルプに一口食べてみます。口だけいただきます。うん、味は駄菓子だ、まずくない。やべえ、うめえけどパスタじゃねえ。さあこれでエイジ君に審査してもらいましょう。キョウちゃんのターン。おぉ、エイジのターン。お前のターンないよ。あ、ないの、審査員だから。そう、何も聞かされないで呼ばれたんでしょ。うん、ずっとドッキリだと思わされてビビってたよね。うん、超ビビってた。ドッキリで今日お前の内臓摘出ドッキリ。まあ、エイジ君来たんで、まあ、今回審査員エイジ君ということで。
札幌ポテトを一番最初に使っていきます。僕が前に駄菓子ラーメンを作った時も使った手なんですけど、あの札幌ベジタブルって野菜なんですよ。これで出汁を取ります。こぼれた。これがね、いい味出汁ですよ。こんなにうまい棒を全部敷き詰めていきます。戻ろうぜ、昔のキョンガットクマエイジチャンネルに戻ってこいよ。戻ってきたらまず何したい？ルーム入りたい。ルームに入ってお前あれだろ、ボンボン TV のなっちゃんになりたいだけだろ。っていう感じでかなり粉々になりました。おお、そしたらこちらの平たい方の鍋をセットします。いえ、こちらの砕いたコーンと、あとはこちらの出汁として使っていた野菜のスティック、出汁で使ったやつあるでしょ、これを混ぜてパスタのソースを作っていきます。ああ、お前の勝ちだわ。もう早いんだな。コーンを入れます。うわー、これ動画見てる人伝わるかな、この匂い。いい匂いするよね。めっちゃいい匂いする。あ、今回こちらの麺は作るんですけど、もちろんこの元々味ついてるペペロンチーノみたいなやつは使いません。この麺だけ使うからね。いけ、ラーメン屋、元ラーメン屋。いい感じじゃない？いいね。まあキャベツ太郎が、あの、まあある意味スパイスというか胡椒代わりですね。コーンポタージュパスタみたいな感じなんですけど、チーズが合うんですよ。チーズが合うから、こちらのチーズ代わりね、さっき砕いたやつを上に乗っけて、出来上がり。という感じで出来上がりでございます。なんか右もんじゃ焼きみたいだけど、まだ味だからね、味問題は。あの、味はこの上ないまとまりを見せてます、僕の。あの、ちょっと悪いんだけどさ、すげえ威嚇せんだけどさ、じゃあまず先にそっちからいきましょう。ちょっと抵抗ある。なんかやだろ、イカの量に抵抗がある。ちょっとイカそうめんをね、採用させていただきまして、ただイカそうめんを舐めてもパスタにはならないということで、しっかり下茹でして、まあちょっとイカっぽい形態人が、もうインパクトにコンパクトにした方がいいと思うよ。俺がやってるとこ見てなかったじゃん。俺の工程をちゃんと認めてもらいたい。まずその麺をっていうやつです。いただきます。はい、味はそんな別に変なもの作ったつもりはないんですよ。ただパスタではないです。イカだね。ちょっと食いで。問題は味だから。うまっ。俺これ駄菓子屋で売ってたら買う。俺結構そっち好きだよ。ちょっとこの流れでもういっちゃっていいですか、こっちのコーン。僕のはですね、コーンクリームをうまい棒を砕いてトーストに使って、ただそれにお湯足すだけじゃダメだから、野菜スティックで出汁を取って、その方がコクが出るんで、あとそれだけじゃ足りないから、スパイス代わりにキャベツ太郎くんを粉々に砕いて振りかけて、チーズってすごい合うと思うから、チーズおかきっていうのを探して、それを砕いてサラミ入れて、サラミもまあ肉肉しさを出すために入れました。え、どうこれ？センサー決まってるもん。うん、静かな審査員だね、今日は。うん、困り始めやがった。いやー、これ難しいな。審査よろしいでしょうか。いきますか。はい。はい。じゃあ、二人の手を取ってください。こちらと、もほにエンドロール後。ん？ドラムロールね。ドラムロール後、上げてください。それでは、今回のパスタ対決を勝したのは、どちらでしょうか。ごめん、俺もちょっと今回はそんな気がする。あのね、クマが作った料理はね、もう一口でいいかな。なるほど。もうほんとザ・イカみたいな。しつこい。しつこい。うちはね、はい、あのね、すごくソースと麺がすごい絡み合ってて、そういう専用の麺だからさ。だから俺こっちの方が全然好きだね。全然ない。全然好きだね。じゃあ、なんでさっきむずいって言ってたの。じゃあ今回、勝負を制したのは、いただきました。10万払えよ。これは今日やってないでしょ。やってない。いつもやってるみたいに。という感じで、はい、この動画が美味しそうだなと思ってくれた人は嬉しいな。さよなら。
ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるために楽しめると思える動画を全力で投稿の投稿していますー。